はい、では皆さんこんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。山陽山町の浜田です。はい、こんにちは。こんばんは。こんばんは。山陽山町の上村です。はい、はい、ということで今回の動画は皆さんお待ちかねなのかな、はい、と思うんですけども、9月から順次、山陽山町各店舗で始まるパターンオーダーの限定が限定が、はい、ということで、先ほど数えましたところ87種類、そこにあるやつだけで、ここにあるやつだけで87種類、はい、はい、87色、まあ色込みですね、はい、で、ご用意して、お待ちしておるんですが、何終わるの終わるの終わるのすごいね。いや多いですね。いや多いよ。ちょっと増えすぎてますね。まあ、今回はこれだけあるんですけど、まあ、次回少し減ってるかもしれないので、まずはあの今回、精査してって話ですよね、はい、お見せできる、革を一つ一つ、さっとご紹介していきたいなと思います、はい、お願いいたします、はい、ではまずスムースレザー、スムースレザーからいきたいと思います、はい、で初登場です。初登場、アース社、アース社のテキサスグレイン、かっこいい名前だね。はい、見た目はマロカーフに近い水脂肪、一方向の脂肪が入っているような革なんですけども、うん、マロカーフより少しこう柔らかい、質感になってます。で、山陽山町の金星シリーズの初代、お友次郎、源四郎、源四郎、雄一郎、雄一郎の3モデルで使用した革と同じものになります。で、こちらが黒のスムースと茶色何最近茶色苦手シエナっていう革の名前になるんですけど、ブラウン系ですね、明るめのブラウンの、革になってますの2色展開。いい色ですね。はい、2色です。で、この流れで同じくアース社の、これすごい人気があるタイプですね、ボーシューベルニ出た。比較的しっかりと腰があって、で、なんていうんですかね、深い黒というか、うん、のタイプの漆黒ですね。っていう表現が近いのかな。漆黒という表現が近いそうです。はい。すぐパクる。ボーシューベルニ漆黒、はい。ストレートチップが多かったですね。そうですね。やっぱりボックスなんで、やっぱデザインとかはやっぱこうちょっとビジネスライクな、王道なデザインのものが多いのかなっていう気はしてますね。はい。はい、で次がアニキス。これもアース社です。で、革だけで見るとちょっとマットな、見た目なんですけど、こちらに関しては仕上げが入ると結構光沢が、出るタイプの革になってまして、アース社も靴用のボックスですよって言って、販売しているような、タイプのものですね。が、黒とダークブラウン出た、ダークブラウン、はい、の2色展開でこれがございます、はい、まずは、アース社から行きましたよと、はいはい、で次が、デュプイですね。デュプイ、はい、皆さんご存知、出ましたシャトーブリアンですね。シャトーブリアン、はい、最近量産品でも使わせていただいてるんですけども、うん、まあ、特徴としてはやっぱキメが細かくて、足当たりが少し柔らかめなのが特徴なのかなっていうところです。で、こちらに関しては黒と、ネイビー、ダークブラウン、ブラウンっていう、お、結構豊富なカラバリ4色です。4色展開ございます、うん、で同じくデュプイの、これもまあご存知の方多いのかなと、先ほどテキサスグレイの時に少し触れましたけど、うん、マロカーフ、マロカーフ、これも一方向に脂肪が入っているような、タイプの革で、山陽山町だと極みシリーズ、極みですね、に使用している革ですね。最高級コレクションで、先ほどのテキサスグレインと比べていただくと少し張りがある、素材ですね、が、黒とダークブラウンと白、白、はい、白ですの3色展開ですね。白斬新ですね。白ですね。でも白やっぱりコンビとかで使われる方多いので、ご要望が比較的ある革ではありますかね。なるほどね。はい、で次がこれも同じくデュプイの、はい、プーマ H 出た、ハイドロフューズ加工っていう、同じタイミングで言ってる、雨に強い、加工がされてまして、まあ、水に濡れても変質しづらいっていう加工になってます。なので高級な雨用靴、実用靴が作れる、うん、革なのかなっていうと
ところですね。一般的な撥水岩にはやっぱ見えないですね。なんかちゃんと川っていう感じなんですね。そうですね、やっぱ撥水の川ってちょっとマットな印象が強いんですけど、うん、まあ、若干マットさは残りますけど、やっぱり上質なボックスカーフに近い見え方なのかなっていうところですかね。が、黒とブラウンの2色展開です。でも実際いらっしゃいましたよね、それで雨用の靴。いや、やっぱ多いですよ。あつらえられてる、ね、やっぱせっかく作った靴が雨の日履けないっていうのも、うん、もったいないので、まあ、ただそのね、作った靴なんでちょっとこう気を使いながらも、うん、っていう方はこの革を選ぶケースが多いのかなっていうところですかね。で、次が新作おですね。黒がちょっとないんですけど、はい、一時ちょこっとだけ限定がでやってましたデュプイのルビーカーフです、ね、おう、久々久々です。で、その時は黒があるんですか？本当は黒があるんですけど、実はまだちょっと入荷してなくて、ね、この撮影のタイミングではない、はい、オーダー会スタートまでに入荷するかなどうかなっていう感じなので、ちょっとスワッチだけ手に入れば、うん、オーダーは可能、その代わりちょっと納期多くくださいねみたいな話になるかもしれないんですけど、うんうん、じゃあ本当は計6色ということになるんですね。になるといいなと思ってます願望きたあんまり手に入らないんですか？入らないですね。あ、そうなんだ。はい、そして高いです。っていうところも含めて高級素材、高級素材ですね。あ、裏面見ればわかるね、色。確かに、うん、何年企画やってんだよはい、なんで高いんですか？多分流通量が制限されているんだろうなというふうに感じてます。それは国内への出荷量。そうですね、おそらくですけど、どこかのブランドさんがメインで使っている革なので、まあ、一番はそこにやっぱ供給されていってっていうのがあるのかなっていうところですね。なのでやっぱりこう出回るとやっぱそういう革は高いですよね、うんうんうん、なんですけどやっぱ価値はあるなと、うん、まあ、実際現物見ていいなと思って全色買っちゃいましたすげえ大人買いするじゃんはい、こういうことを、ね、こういうことをやるから色数が増えていくんですよねそうですね、うん、っていうところで、デュプイが今終了ですかね、はい、スムースに関しては。はい、はい、で今度がイルチアですね。イルチア、イタリアのイルチア、はい、これも既製品でちょっと使ってるんですけど、セタニールっていういわゆるボックスカーフ、イルチアのセタニールに関してはちょっとこう光沢の強い仕上がりになります。で表面結構均一感があるようなタイプで、こちらも5色ですね。結構あるね。はい、あるんですけど、この辺はもう色が残ってるだけって感じなので、あんまり在庫は持ってないですね。うん、早間の勝ちですね、はい、だいぶ微妙な色の慣れなんですけど、微差、うん、こそ、はい、なんでしょうね、なんか言わされそう、大差なりだよなんか言わされそうになってるよセタニールって友之助に使ってる？友之助もそうですし、今既製品だと元禄スタニールですね。結構いい表情になりますよね。はい、の、5色、はい、セタニール、ビサこそ大差なりということですね言ってんじゃん言ってる言ってる。はい、でもう一つが、これも比較的長くやってますよね、ベビーカーフ。あー、子牛の人気の素材だ。革ですね。柔らかいんですよね、はい、それやっぱり柔らかいのが一番の特徴で、これゾンタ社のベビーカーフになりますね。これもイタリアの革ですかね、うん。でベビーカーフの特徴はやっぱ柔らかいっていうのが一番だと、あとキメが細かいっていうのがあるんですけど、うん、やっぱり子牛の革なので、面積もそんなに大きくなくて、少しこう血筋だったり虎だったりっていうのが若干やっぱ入ってしまうっていうのも、まあ、ある意味この革の一番の特徴なのかなっていうふうに思っているので、履き味柔らかさを求めたい方には、おすすめの4色黒、ネイビー、ダークブラウン、ブラウンですね、うん。裏を見ると分かりやすいですよ。先俺が言ったんだよ。ゾンタ社のベビーカー。ベビーカー。というところが、スムース編でございました。はい、で次は片押し。ミュージアム行った？行ってない。結構な人気素材でしょ。はい、大人気すぎて忘れてました。イルチアのミュージアムカーフ、はい。ラディカですね。ラディカ。はい。こんだけあります。で12。12色じゃない？12色です。4色足したでしょ。はい。
計12色ですね。定番色から少し珍しい赤だったりデニムって呼ばれてるちょっと青っぽいものだったり、うん、カーキそのあたり前回のオーダー会からですね、はい、前回からプラスされたやつですね。あのやっぱ圧倒的人気ですね。まあ、特徴はあのムラのある、うん、ムラ染めしてある革っていうの でいやらしくないんですよね、まあ、そのムラもね、はい、比較的抑えられたムラなのでいやらしくない仕上がりになる、ミュージアムカーフ、ね、はい、既製品でもよく使わせていただいてるんですけども、うん、オーダー会でも大人気の革になります、はい、イルチアといえば、はい、ミュージアムカーフラディカですね、はいはい、ミュージアムつながりでそこにでかい版画3枚あるのがいいの。ミュージアムつながりでまずこっち行こうかな。あ、確かに確かに、はい、型押しなんですけど、はい、先ほどのミュージアムカーフに、型が押されているタイプですね。これが 1,2,3,4,5,6,7 にしか見えないけどな2,3,4,5,7色、はい、ご用意があります、はい、ラディカロシアンっていうロシアンカーフなんかに近いような型押しをされてるから多分ラディカロシアンって名前なんだろうなと思ってますけど、まあ、想像なんで分かんないですけどでもそうなんでしょうラディカロシアンですね、はい、これも定番で人気の、素材になります。はい、さっきのスムースのラディカとコンビで作られる方とかもあいらっしゃいますね、はい、多いですね。同色、はい、素材じゃないけど同じ色で違う表情でっていうのは、うん、いらっしゃいますね。で次が、前回から、使用してるんですけどコードマンですね。ミュージアム仕上げのシェルコードマン、はい、シェルコードマン、イタリアのロカド社というところのコードマンになります。別の動画で靴になった、この革も、うん、ご紹介してるんですけど、非常に仕立て映えする、しかも3色とも結構入ってましたよね。はい、人気でございましたので、継続します。チェスナット、はい、でちょっとご紹介しきれないんですけど、ミュージアムじゃない普通のスムースのコードバンも、はい、今回のオーダーフェアでは受注が取れるようにしたいと今、やってますんで。なるほど、それもロカド社。ロカド社、これは僕はどこまで行くんでしょうっけここまで、あ、ここまで、はいここまででいいですね、ここで、はい、だんだんドキ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 やべえ、そろそろだ、そろそろだはい、これ片押しの革ですね。アースのダービーという革になります。ダービー、はい、比較的革コモのカバンなんかで使われるような革なんですけど、うん、靴になっても全然履き味は良くて、しっかりとした革ですね。めっちゃ発色いいですね、はい、でやっぱそのカバンとかを意識してるのか発色いいですよね、うん、いいですね、はい、これも安定して人気がありますね、はい、片押しってちょっとこうカジュアル感が強くなるイメージなんですけど、これは非常に上品な型押しの革なので、うん、きれいめな型押しの靴作りたい方なんかはおすすめかなと思ってます。そうですね、はい、はい、続きまして、はい、続きましてこれも人気ですね。唯一国産、はい、それ出た、姫路の黒山角、黒山角、ちょっとキラキラしてるのが特徴なんですけど、漆ですね、うん、が、手植えされているという非常に手間のかかっている、革になりまして、黒とこの藍染めのブルーと、うん、グリーンの3色、今回も、継続でご用意しております。これ昔の武将の甲冑とかに使われている革を、はいはいはい、まあ、再現しているというか、うん、現代に蘇らされているあのようなタイプで、うん、今だと剣道の防具とかにも使われているようです。そうなんだ、はい、多分高級な剣道の防具ですね臭くないやつやめなさいというところで、あれ僕の電話終わりました、これ、はい、終わりました。あ、そうですねさあ皆さんお待ちかね、じゃあ、はい、席替えタイムですかね。そうですね、はい、一旦じゃあ席替えしましょう。はい、席替え、片押し編、片押し編、はい、入りましょう、はい、じゃあ片押しの次から説明していきましょう、はい、こちらが、アースのユタカーフですね、はい、まあ、何回か登場しているのでご存知の方も多いと思うんですけど、うん、やっぱり上品な脂肪感だったりとか、はい、あと今日あたりちょっと実は雨が降ってるんですけど、私もユタカーフ入ってきました、うん、おー、雨いける、そうですね、結構やっぱ油分かなり噛んでるので自己責任ですけど全然私は履いちゃってます。ちなみに、はい、あ、ちょっと僕の汚い靴がこれユタカーフ、あ、これユタカーフです。ちなみにこれで、2、3年履いてますね。
はい、全然本当あの気兼ねなく入っちゃってるんですけど、雨の日でも結構、はい、結構タフですよね。タフですね、うん、いいですね。使いやすいです。そんなに脂肪が目立たないですよね。うん、豊か、豊か、人気の素材ですよね。人気ですね。かなり人気ですね。もちもちしてるし、はい、履き味もやっぱり柔らかい。柔らかいですね。かなり柔らかいです。やはり、はい、これがアースの、これも前回から登場した、はい、アニキスグレイン。アニキスグレイン、はい、これは逆に結構片押し感満載の革で、うん、まあ、本当めちゃめちゃカントリーな感じですよね。ゴジラの肌ですね、はい、まあ、それこそもう、はい、なんか魚の中にもいそうですね。カントリーブーツとか、うん、ごつい靴には、誰か言えよ。おすすめです、はいはい、さっきのスムースのアニキスの片押し版ですね。そうですね。あ、色はちょっと違いますけど、結構肉厚で、うん、あの、まあ、ごつい靴ができると思います。簡単にですか、はい、カントリーカーフって感じですよね。そうですね、うん、カントリーカーフですね。アニキスグレイン、アニキスグレイン。でここからは希少革シリーズでいきます。はい、じゃあまずこちらが、アノネイラスティーカーフシリーズですね。おお、はい、あれだ、柄によって名前が変わるシリーズだ。そうですね。でこれ全体的に特徴として非常にソフトなので、うん、これはあのかなり仕上が、これもやっぱりあのユタカーフと一緒で仕上がり非常にソフトに仕上がります。履き心地がもう全然柔らかいので、まあ、かなり柔らかい靴が好きな方はおすすめですね。持ってる感じで柔らかいって分かるんですよね。もうくたっとしてますね、うん、そうですね、もうこんな感じでこんな感じですこんな感じです。でよく見てもらうとそれぞれあの押してる方のパターンが違って、うん、まあ、名前がそれぞれロンシャン、グリフ、ミルド名前がついてますので、うん、このあたりはもう細かく見てもらうといいと思います、はいはい、もうその辺は在庫が少なくなって、少なくなってますね。じゃあ早いものがシリーズですね、はい、で続いてがこれもアノネイでアルカザール。アルカザール、はい、これも量は少ないんですけど、これはちょっとこう斜線というか斜めの型をしたパターンですね。うーん、これも独特ですね。結構いい雰囲気の、あえてドレスシューズなんかに使っちゃってもいいと思います、うんうんうん、それも結構柔らかいんですか。これは結構コシがありますね。そうなん、はい、肉厚でコシがあっていい雰囲気です。アルカザール、はい、アルカザール、在庫少、在庫少ないです。少ないですね、はい、早いもの勝ちですね、はいはい、続いてがデッドストックでいいんですかね。デッドストックですね。デッドストックが、デッドストック、はい、これデュプイのクシュベル。ああ、あのいわゆる、前回から、はい、前回もご紹介したんですけど、やはりあの量はもう少なくはなってきているので、これはという人は早めに声かけた方がいいと思います。詳細は店舗に行ったら上村さんが熱く語ってくれます。はい、これはあのもう本当今語りましたベビーカーフみたいな本当にあの薄くて柔らかい革なので、うん、これももうちょっと履き心地は楽しみなんじゃないかなと思います、うん、そのクシュベルって なんでデッドストックなんでしたか。今もうあのアースでは生、あ、じゃあデュプイでは生産してない、タイプの革になりますね。でちょっとガラスレザーっぽい加工なので、うんうん、その辺もちょっと珍しいですね。でもあの、うんうん、いわゆるあのがっつりした硬い感じじゃなくて本当柔らかい、うん、結構柔らかい印象で見えますよ、はい、ここからでも。これはちょっとなかなか見ない靴になると思います。それもかなり在庫は少ない、はい、まあ、デッドストックですもんね。じゃあ片押しは、まあ、最後ですね。これはもう本当に数少ないので狙い撃ちした方がいいと思います。ジェフ・ベイカーのボリンカですね。出ました、ボリンカ、はい、まあ、何回か時々あまりあの小声でご紹介している感じです。時々あまり小声でやっぱりこれでしかあのできない雰囲気もあるので、うん、まあ、これ選ぶ方はかなりマニアックだと思うので、お分かりだと思うんですけど。結構いませんでした前回。あの靴好きの方は、ね、ね、いましたよね、はい、これを選ぶ方は。で今茶しかないんですけど、黒も若干残ってるので、うん、数足、まあ、ちょっと入るデザインにもよっちゃうのであれなんですけど、うんうんうん、あの、まあ、お問い合わせ、はい、ご相談いただければと思います。これ匂いもすごいので。結構独特な匂いしますよね、はい、うん、匂いすごいです。何でしょうかウッディというか、うん、ウイスキーみたいな、うん、まあ、嗅いでみてください。
ぜひ、はい、ただ数が少ないので、まあ、もうこれがいいっていう方は早めにお店の方に声かけてもらうと、うんうんうん、なんとかなると思います。そのダークブラウンはどれぐらいあるんですか。そんなにない。そんなにない、うん、じゃあもうこれも完全早いものがち、はい、まあ、もちろんアップチャージはそれなりにしますけど、まあ、それだけ希少価値の高い革ということですね。蓋押し終了、はいはい、続きまして、続いてスウェード、はい、いきます。スウェードもね、近年結構オーダーではスウェード増えましたね、はい、というのもあって今回新色も含めてちょっとカラバリを増やしているようなんですね、うん、じゃあまずはあの、まあ、定番というか前回からご紹介させてもらってるシリーズですね、うん、イルチアのアリカンテ、アリカンテ、はい、銀付きスウェードですね、銀付きスウェードですね。アリカンテは特徴としてはあの、まあ、毛足がちょっと長め、うん、で、まあ、イタリアらしい、まあ、独特な発色、ね、うん、発色綺麗ですよね。発色が綺麗です。何とも言えない絶妙な発色ですね。やっぱ毛足が長いので靴になった時にあの見る角度でちょっとこう色味が変わったりとか。いや、そうなのよ、これの、ね、それが靴はね撮影大変なのよね、浜田さんね。まあスウェードは ね, ね、ブラッシングかけてよし行ったと思ったらめっちゃ光ってるっていう時もあるし、全然マットで何も見えない時もあるし、でもそれぐらいいろんな表情を。そうですね、まあ、その辺がちょっと雰囲気がいいんじゃないかなと思います、うん、で、でアリカンテの新色が今回4色めっちゃ増えとる増えます。また特徴的な色買ってきましたね。ボルドー系、またグリーン系、ネイビー系、あとグレー系ですね。これもはい、あのやっぱりこう独特ないい色ですよね、うん、いやそれで靴作る人おしゃれだね、はい、なんかちょっと難しそうにも感じるけどねちょっと色気のある感じがしますね。じゃあ続いてもスウェードなんですけど、はい、チャールズ F セットヤヌスカーフですね。最高級スウェードですね、はい、もう本当にあの最高級ってやっぱ 言われているようなスウェードだと思います。こっちはイギリス、イギリスですね。手触りがめちゃめちゃいいですよね、うん、このスウェードね。シルキーっていうか、なんかシルキーです。めちゃめちゃ滑らか。これもどちらかというと毛足長めなので、うん、まあ、その辺はあのアリカンテと同じようにやっぱりこう見る角度によってちょっとこう艶の出方が違いますね、うんうん、でなおかつあのヤヌスカーフは肉厚ですね。あ、そうなんだ、はい、これが何とも言えないもっちりとした感じで、うん、あの靴として仕上がってもなんかこう骨のある感じ、イギリスっぽいような感じになんとなく仕上がるので、やっぱり上質な姿だなと感じますね。なるほど、はい。でも実際多いですよね、ヤヌスもね。まあ、あのやっぱり定番色で用意してるだけあって人気ありますね。これもっと下手映えする、うんうん、ヤヌスカーフ、はい、でこれスウェード終わりまして、はい、あとライニングですね。ライニング、はい、靴の内側、まあ、最近、まあ、本当こだわる方はほとんどの方選んでるのかなと思うんですけど、うん、デュプイの、ライニング、はい、ほぼほぼこれ選ばれてるんじゃない。まあ多いですね、ね、あのおすすめもさせていただいてますけど、まあ、あとオーダー会の時しか選べないっていうのもねありますし、履き心地があの変わるので、多分一度作っていただいた方なんかはリピートされるような感じですかね。何回も聞いてるかもしれないですけど、やっぱそんなに違うんですか。違いますよね。違います、はい、まあ、あの既製品でと比べて、まあ、いい悪いじゃないんですけど、うん、やっぱこう滑らかさだったりとか、この、まあ、色味の良さだったりとか、やっぱ独特なものがあるのかなと思いますね。でなおかつ今まではあのナチュラルをメインでご紹介させてもらってたんですけど、うん、今回あの黒もあの前回も少しだけご用意があったと思うんですけど、黒をまたあの少しご用意できると思うので。黒少量、いえ、あ、結構ありますか。多分走り切れます。お、あ、よかった、よかったです。前回なかったですもん。前回走り切れずすぐなくなりました、はい、1店舗目か2店舗目かで、うん、ね、終わっちゃったから。今回は黒あります。なので選んでいただきます。よかったです。そうですね、はい、なんかこう黒がよくいいけどリュプイじゃないからって言って普通のライニング選んでいただくケースが多かったので、まあ、ちょっと黒はあのなんとか確保しておりますって、うん、はい、はい、以上です。リュプイのライニング、はい、これで以上計87、87素材、はい、
でお店にある、常時選べる革も含めるともう何種類も、まあ、100種類ぐらいあるんですね。まああのパターンフォーターの時は笑っちゃってるでしょ。あのまず川を見ていただくのももちろんなんですけど、まあ、こんだけ川が見れる場所もねあのなかなかないと思うんで見ていただきたいなと思うんですけど、まあ、せめてこうスムースにするか片押しにするかスエードにするかぐらいの方向性は決めといていただけると、あの話が早いかなと。方向性は決めておいていただきたい。方向性は決めといていただきたいですね、はい、まあ、本当用途によってですよね選ぶ素材。悩むのを楽しんでもらいたいですね。あ、いいこと言いますね、はい、そこが一番オーダーの楽しいところかなと思います、はい、ぜひ悩むのを楽しんでいただいてすぐパクるということで、まあ、今回新しいタイプも、まあ、ルビーカーフだったりスウェードの新しい色だったり入ってますんで、うん、まあ、また売り場の方で見ていただきたいですし、詳細はホームページの方に随時公式ホームページの方で随時アップされるように、はい、でよろしいでしょうか、はい、させていただく次第でございます、はい、公式ホームページの方にねあの随時アップしますんで、はい、公式ホームページの方にぜひご覧いただければと思います。いいわというところでおすすめの革やっときます。はい、浜田さんがカットされるかもしれないよね長いから、はい、番外編はい、じゃあ今回、今ここにある現、全87種類の中から浜田さん推し2選と上村さん推し2選を、はい、ドレスシューズ、ドレス用とカジュアル用でちょっとご紹介いただきたいなと。注文が多いですね。そうですね、早くしゃべれ、はい、注文が多いですね、早くしゃべれ。じゃあ上村さんからいきましょうか、はい、あ、じゃあ僕からで、はい、はい、じゃあドレス用からでいいですか、はい、ドレス用からで、はい、ドレス用から、私が選んだのがアースのアニキスですね、うん、アースのアニキス、はい、アニキス、まあ、色はちょっとあえてダークブラウンにしました、うん、まあ、この革使いたい理由としては、はい、これかなり化ける革なので、おお、見た感じは化けると書いて靴と読む、めちゃめちゃ綺麗ですねこれ一見ちょっとこうマットな感じなんですけど、はい、これあのクリーム入れると激変するので。そうなんだ、はい、それはツヤっぽくなる、ツヤがすごく出ますね、うん、へ、これあえてあんまりこうあのクリームが入ってない感じになってるんで、なんかねスワッチだと全然そんな感じしないですけどね、うん、はい、じゃあカジュアル用で押すとしたら、はい、カジュアルで選んだのが、あ、これもアースですね、お、ユタカーフブラックですね、はい、やっぱ安心ですね黒の。これはまあ単純にダークブラウン履いていて非常に履き心地がいいので黒も欲しくなりました実体験に基づくお話はすごく参考になりますよねまあ本当にあの欠点がないので、実際雨、小雨ぐらいだったら全然余裕で、ね、あのそうですね、心配ないですね。じゃあそれでラバーソールつけて、はい、まあ、U チップなのか、はい、ローファーなのか、そうですね、カジュアルデザインで、まあ、あえてドレスっぽいのでこれを選んじゃってもなんか上級者かなっていう気もします。あ、なるほど、はい、じゃあ浜田さん推し、まずドレスは、ドレス、今回新しいカードでルビーカーフの、やっぱ自分で買ってきたカード、ちょっとダークじゃなくてブラウン、少し明るめのブラウンですね、うん、でこれをセミブロールとか作りたいな、おほほほ、思ってます。秋冬の茶でちょっとドレス側のセミブロンめちゃくちゃ雰囲気ある靴多分できるんだろうなと。あと先ほど上村さんも言ってましたけど、多分磨き込んでいったら育つんで、ルビーカーフも、はい、これはあの、まあ、こういう明るめの色ってね、あの変化がやっぱ楽しいと思うので、ちょっとこう履き込んでいってあの変化を楽しみたいなっていうところで、ルビーカーフのブラウン、はい、セミブロンで、カジュアルがヤヌスカーフのヤヌス、これポロブラウンって呼ばれてる、色ですね。ポロブラウン、はい、ちょっと金茶っぽい、金茶っぽい、金茶っぽい、何か言うの、はい、ポロブラウン、はい、で、まあ、本当これ靴になるとすごい仕立て映えいいというか、うん、いい仕上がりになるので、まあ、実際見てきていいなと、欲しいなと思ってた革の一つです。なるほど。でこれに関してもセミブローブいいんじゃねって。お、それも、はい、どっちもセミブローブ欲しい、はい、こっちはドレスのセミブローブ作って、うん、こっちはちょっとカジュアルライクな
セミブロにしたら面白いんじゃないかなっていうので、皮だけでもだいぶ表情変わるんだよっていうのを誰か試してみてください。まあでも押すからにはね、こう何か根拠がないと押せないわけですから、はい、それぐらいおすすめの素材ですよ、おすすめですことですね、間違いない。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ということで、はい、ちょっと長くなっちゃったのかな、はい、とは思うんですけども、まあ、87あるからね、はい、ね、今までご要望とか、いいなと思うものをどんどん買い足していったらこんなことになっちゃってるんですけど、少し精査しながらも、そうですね、はい、お客様に喜んでいただけるような素材を、これからも手配していきたいなと思ってますので、まずは、はい、今回9月から始まるパターンオーダー会、はい、ぜひね、革をまず見に来ていただいて、そうですね、オーダーのイメージを膨らませていただければと思います、うん、実際お店に行ったら革だけじゃなくて、そのオーダー見本というかデザインサンプルもたくさん並びますもんね。はい、長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらぜひグッドボタンと、チャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。ではご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。